YouTube、 あのパソコンとか携帯、今のあの携帯ですね、パカパカじゃなくて携帯でもあのいつでも見れるように、一生消えないんで記念になると思います。はい、それではこれから発表会の方スタートさせていただくことです。一部午前の部の、ラストを飾っていただきますが、江口明さん、山川豊さんの曲の中から酒は男の子守歌、この曲を歌っていただきましょう。辛い恋などやめにして、別れましょうと泣いた人、人影寂しい夜の街、路地の屋台で一人飲む、お前が愛しいよ、お前が愛しいよ、やけの夜たち朝まで、朝まで酒だよ。一人ぼっちは貧しくて、夢ははるかに遠い空、別れた今でも心配で、思い出しては辛くなる、心が寂しいよ、心が寂しいよ、やけのやんぱち朝まで、朝まで酒だ。未練を濡らして雨が降る、よって紛らす子守歌、お前が恋しいよ、お前が恋しいよ、やけのやんぱち朝まで、朝まで酒だよ。はい、ありがとうございました。江口明さんに歌っていただきました。ここまでで、一部の発表会の部の方を、終了させていただいて、少しだけお時間をいただいて、また皆さん方の、お食事タイムということでございますので、とりあえず、10分弱、皆さん方ゆっくりとお食事をしていただき、それから
今日素晴らしい、今日はゲストの方をお招きをいたしておりますので、ゆっくりとまた楽しんでいただいてご堪能いただければと思いますが、まずは、皆さん方ご食事タイムでございます。その後、キングレコードの三崎陽子さんの歌の方をまた楽しんでいただこうと思いますので、どうぞごゆっくりお過ごしください。さあ続いても、少し賑やかに歌っていただこうと思いますが、江口明さん、中村光子さんのもう本当代表作、大阪を代表する歌じゃないかなと思いますが、中村光子さんで河内男節を今度歌っていただきましょう。河内生まれの暗い男は生きのいいのが売りもんや、さえも皆さんお粗末なら、ここが男の舞台なら太鼓叩いて見えろきる。喧嘩ばやかしいの河内、度胸や二人形や、あとは腕ずく、腕次第、さても皆さん悪性ながら、坂田三吉物語、派手な掛け声いただいて、うなる男の河内、バカな息子と叱ってくれる、ワイの親父は生駒山、さえも皆さん恐れながら、肌はてっかの勇み肌、ぐいっと冷や酒飲み干して、銀次がわりの河内、武士。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
江口明さん河内男節を歌っていただきました。もらってない方は受付でスタンプ、8回スタンプ集まりましたら1回発表会無料ということです。よろしく。本日は誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。